皆さんこんにちは、株式会社新エネルギー研究所の、伊藤と申します。本日はホルミッスと、がんとホルミッスというテーマで、1時間ちょっと話しさせていただこうと思います。株式会社新エネルギー研究所というのは発足してから、24年になるんですけれど、当初はですねこのホルミッスをやってたわけじゃなくてですね、その当時は微細なエネルギー、いわゆるサトルエネルギーという、気候とかですね、波動とかそういったものの研究を通じて、いわゆる食を、正しいエネルギーの高い食を小さい子どもたちに与えることによって、その当時流行ってたアトピーをなくしていこうという、そういう、試みからですね、最初農業の方に携わってたわけですけれど、でその頃の仲間がですね、今でも北日本農研という会社で、続けてやってまして、米からですね、野菜からいろんなものを作っていただいてまして、でかなりその波動の数値、これ測るのいろんな科学的な部分でいろいろ意見はあるんですけれど、波動数値ってものが非常に高い土壌の中で、波動の高い作物を取ってっていうような試みをずっと、やってたわけですけど、その後、ですね、炭酸温泉を作る、機械っていうのをやりましてですね、でこれを全国の650箇所の病院に、炭酸泉の装置を入れました。これはいわゆる糖尿病なんかになった人なんかはどんどん合併症が進みますと足が腐ってくる、いわゆるエソっていうやつですね。これをですね、血流が悪くなって、どんどん腐っちゃうわけですけれど、ところが炭酸泉をこうやってますとですね、血流が良くなって、足を切る人が少なくなる、いわゆる治っちゃうということで、非常にいいことをやったなということだったんですけれど、病院としてはですね、この、足を切るという作業がですね、いわゆる、お金になるということもありまして、1本切ったら70万とか80万になるらしいですね。である時ですね、大きな病院でですね、事務局長がですね、最近なんか病院の売り上げが落ちてるんだけど、なんでだと、いろんなところに聞いてみたら、そのお医者さんたちがですね、最近糖尿の人でエソが良くなって足を切る人が少なくなりましたと。なんで少なくなったんだ、炭酸泉を導入しましたらそれで良くなって、足の切断を免れてます、その機械を入れたのはどこの会社だみたいな感じになってですね、当時三菱レイオンと組んでやってたもんですから、そしたらですね、病院の方が三菱の方にクレームを入れてですね、でとうとうその炭酸泉とそれからクリーン水っていう三菱のやってたんですけど、その会社さんはですね、結局は三菱の圧力でですね、三菱のマークを使うことを止められて、それからは三菱を名乗ることはならんということになった、そういう、医療の方からの、プレッシャーというか圧力があってですね、せっかくいいもので患者さんにとっていいものだけれど、病院の経営には、良くないというようなことがあってですね、ちょっとこう挫折しかかったところで、この20年ぐらい前にこのホルミッスというものと、私どもの創業者の浜住光義が、京王プラザでですね、本当に世界中からいろんな学者さんが集まってきたところの、初めてこのホルミッスというものが出会ったわけですけれど、当初そのホルミッスというのは名前も聞いたこともないしですね、何なんだろうと中身を聞いてみたらですね、実際に集まって1200人ぐらいの、お客さんが集まってきたんですけれど、ほとんど半分ぐらいはですね、お医者さんだったんですね。内容がですね、お医者さんがいなくても良くなる、薬がなくても良くなるっていうような話で、死んだ魚が蘇るとかですね、そういうちょっと医者とか製薬会社にとってはあんまりよろしくない話ばっかりしたもんですから、当然午後の休憩の時にですね、600人ほどお医者さん帰っちゃいましてですね、そういういわくつきでスタートしたのがこのホルミッスです。
で、特にがんとこの密室というのは非常に関連性があってですね、いろんなことを話していきたいと思うんですけれど、まず最初にですね、ここに余命1ヶ月って書いてますね。これはですね、実は元フジテレビのアナウンサーで逸見正隆さんって方いらっしゃいましたね。テレビでその当時としては珍しくですね、私の病名はがんですと、戦って生還しますということで、やったんですけれど、スキルス性の胃がんということでですね、もう本当に早く進行していったんですけれど、実際にですね、この胃がんそのものを治すために、体の中の臓器、胃だけじゃなくてどんどん転移してきましたから、全て取ったらですね、その重量だけで 8.3キロも臓器を取ったらですね、がんは消えてもですね、生きていけないですよね。そういうこともありましてですね、その時にこの、逸見さんの奥様晴恵さんですけれど、この手記で、余命1ヶ月と宣告された時の、家族っていうことで、いろいろこういう表紙なんかがあったんですけれど、この余命1ヶ月なんていう、このいわゆる余命宣告っていうのをされた時に、我々、普通の人であればですね、これ聞いた瞬間にどうなるかっていうと、本当に落ち込みますし、生きる希望もなくなってしまうっていうような感じの人がほとんどだと思います。余命宣告されて、じゃあ頑張ろうっていう人っていうのはなかなかいないんですね。ですからそういったことで、この何のためにやるか、余命宣告、これ、患者さんのためじゃなくてですね、実はお医者さんが後で裁判とかで訴えられないようにするために伝えてるっていうことですね。聞いてればいろんなことできたのに、なんで言ってくれないんだっていうことで裁判になったりするということで、こういう余命宣告っていうのはされてるんですけど、生きる希望を持てなくなるっていう意味では、この余命宣告っていうのはあんまりするべきではないかなと思います。でこれに左右されていろんなことをやってしまうってことはあると思います。で、高倉健さんなんかもですね、悪性リンパ腫で83歳で亡くなられましたし、あと、逸見さん、スキルス性の胃がん、48歳でしたね。あとは、渥美清さん、言葉つらいよ、肺がんですね、68歳。あとは、栃代さん、肝臓がん、75歳ですね。で、スーちゃん、キャンディーズのスーちゃん、55歳で、乳がんで亡くなられている。こんな感じでですね、皆さんこの芸能人の方っていうのは基本的にここまで有名になる方っていうのは当然、財力お金もあるし、名前も売れてるし、病院に行けばやっぱりいい病院にもかかることができるし、有名な先生が見てくれる。そんだけの高度な医療を受けててもやっぱり亡くなるってことはどんなことなのかなと。高いお金を持って、高いお金を払って、高い抗がん剤を打って、最終的には亡くなられたというような感じ。本来はですね、人間というのは、これぐらいの財力があったら、多分違う方法を取ったら、多分死なないで済んだかもしれないということですよね。で逆に言えば、もう本当に、その普通の庶民、一般的な人であればですね、そんな高い病院に入ったりとか、高い治療なんかなかなか受けられない人というのは、何やるかというといろんなことをやるわけですけど、特にこの2015年の統計でいうとですね、第1位の患者さんとしては大腸がんが1位、2位が肺がん、3位が胃がん、4位前立腺がんで、5位が女性の乳がんということになりますね。で実際に亡くなられた死亡原因のがんとしては1位が肺がん、2位が大腸がん、3位が胃がん、4位膵臓がんで、5位が肝臓がんという形になります。4位の前立腺がんで亡くなってる人ってほとんどいないということが言えてですね、大体前立腺がんというのはもう 80% 以上の確率で生存がすごい高い、がんとも言われています。女性だけで見るとですね、圧倒的にこの乳がんっていうのが多くて、下に年代別がこうずらっとあります。で上の
縦軸はあの、まあ、患者数になりますけれど、まあ、大体50代から70代にかけて、乳がんになる方が非常に圧倒的に多いということですね。これはですね、あの、まあ、乳がんの検査というのがかなり、進歩してきてまして、最近はマンモグラフィーとかいろんな検査技術が発達してきている。ですから見つけやすいということがあります。で、あの、私ども巣鴨でホルミス健康館という、まあ、あのサロンやってますけれど、そこに来るお客さんなんかでも、まあ、乳がんのお客さんって結構多いんですよね。で、中にはですね、乳がんで、腫瘍マーカーでいうとですね、あの、いわゆるステージでいうとですね、ステージが、末期だとステージ4になりますね。で、その上で3、2、1ってあるんですけど、ステージ0っていうのもあるんですね。まあ、ほぼほとんどないに等しいぐらいちっちゃい。でも、なかったりしてもですね、お医者さんっていうのは何やるかっていうと、やっぱり念のために抗がん剤やりましょうっていうわけですね。まあ、抗がん剤1回やりますとですね、大体80万、100万かかります。ただ、あの、高額医療費っていうのがありますんで、まあ、その年収に応じて、例えば、月6万までとか8万までとか、そういう限度額がありますけれど、いずれにしても、まあ、そういう、まあ、病院のお医者さんが言う通りやっていくとですね、まあ、抗がん剤を必ず投与されるというケースが多いと思います。で、それを免れてですね、なんとか自力でいろんなことを治そうという人の中で、こういういわゆるラドン温泉っていうのがありますけれど、秋田の玉川温泉って、まあ、一番有名ですね。で、できるだけ平らなところをこう探してですね、まあ、そこに寝そべってんですね。で、地面から湧き出るラドンガスを吸引しながら、まあ、岩盤浴してるわけです。で、ここの地面はですね、だいたい温度でいうと58度ぐらいありますね。かなりの温度です。多分直接寝るとちょっと暑いんじゃないかなと思います。ですから、まあ、ゴザとかですね、むしろとかこういったものを貸し出したりもしてますんで、これを借りてですね、こうやって、早く行って場所取りですよね。こういったことをやられてます。で、真ん中にですね、これあのテント、まあ、3つありますけれど、ここをまあガラスで押し切ったりしてるんですけれど、いわゆるラドンガスが溜まりやすい場所なんですね。で、ラドンっていうのはですね、基本的には空気の8倍ぐらいの比重がありますから、下に溜まる傾向があります。ですから上をビニールシートで覆ってしまうとですね、上には上っていかないで、そこから下に下がってきます。体を温めながらラドンをこう充満している、まあ、ああいったところに入って、休む。まあ、一つのテントでですね、だいたいそのみんな低いところがいいってことで寝ますんで、一つに10人ぐらい入れるか、三つで30人ぐらいですね。ただこの30人の席を、確保するために、まあ、1日4、500人並んだりっていうことがあります。で、この玉川温泉はですね、実際にはですね、この、まあ、秋田新幹線田沢湖駅から、まあ、羽後交通バス、まあ、バスがあるんですけれど、ここで1時間20分、だいたい1000メートルぐらい登ったところにありますけれど、まあ、行くのが大変ですよね。で、1日1000人以上泊まる温泉宿だなってありますけれど、あの、元々の玉川温泉っていう宿と、それから10分ぐらい歩いたところに新玉川温泉っていう宿ありますけれど、合わせて1600人泊まれるようになっています。まあ、長く泊まることがいいということで、いわゆるその旅館部じゃなくて自炊部っていうのがありまして、で、自炊しながら長くいるんですけど、まあ、それだって、まあ、1万円までいかなくてもですね、1日7、8000円かかったとしても、やっぱりこの湯治っていうのは21日間本来はやるべきものであってですね、2泊3日とか3泊4日で、良くなろうなんていうのはおこがましい話でですね、1日で
達成したがんじゃないですから、これを長い期間をかけてじっくり治してやる、まあ、21日間かけたから治るってもんじゃなくて、それを何回か繰り返してやって初めて良くなるっていう人が多いですね。でここまで行くのも大変なんですけれど、まあ他にもいろいろ全国見渡すとですね、まあ、北海道の二俣ラジウム温泉とか新潟の村杉温泉、この村杉温泉は最近あの前田ひばりさんなんかがですね、あの行かれててですね、あの家庭画報かななんかに載ってましたけれど、あのかなり綺麗な、あのあんまりこういう療養目的っぽくない、普通にあの行って気持ちのいい旅館で、ご飯も本当にこう美味しい感じで、まあ、景色もいいみたいな感じで、まあ、村杉温泉で新潟ですけど、まあ、ここなんかは非常に最近人気が出てますね。マスコミ温泉、これ山梨にありますけど、これは武田信玄の隠し湯とも言われてまして、本当に昔川中島の合戦とかでですね、傷ついた侍を入れてやるとですね、あの槍とかですね、傷ついた刀傷とかの治りが早いということで、重宝したらしいですけど、まあ、武田信玄が金を探すときに偶然見つけた温泉と言われてますね。池田ラジウム光線、これ島根県にあります。ラドンガスをですね、あのウサギに吸引させたりする実験というのは、ここから立ち上るラドンを吸引させて実験したとも言われています。猿ヶ城温泉、鹿児島ですね。こういったところがありますね。あと世界を見渡すと、このドイツの、バートクライツバッハっていう結構有名なあのラドンの温泉ではないですけど、まあ、洞窟のような形ですね。こういったところというのは割と濃度が高いラドンを吸うことができます。世界でナンバーワンといったらですね、このバドガンシュタインのハイルシュトレインっていうラドン行動、これがすごく有名でして、でこの行動の中というのは、実はこのラドンがすごいんですね。世界平均の約3000倍、数値でいうとですね、4万4000ベクレルっていうすごい数値が出てまして、でここを掘るのはですね、最初金を掘るためにできた穴なんですけれど、まあ、ナチスドイツが、まあ、捕虜を捕まえてですね、こういろんな穴を掘らせて金を探してたんですけど、まあ、いろんな穴を掘るたびにですね、みんな過労でバタバタ倒れていく中、この穴を掘ってた捕虜だけは元気になっていってですね、おまけにリュウマチとか気管支喘息とか糖尿とかいろんな病気が良くなるんで、なんでだろうって調べたら高濃度のラドンが出てたということで、今では地上に病院があって、そこで診察を受けた後にトロッコで地下にこうぐーっと入っていくんですけど、そうするとこういう穴が2つぐらいありまして、まあ、男性用女性用みたいな穴になってます。ただ高温多湿でして、まあ、こういう水着に着てないともうびしょびしょになっちゃう感じですね。湿度が70%から90%、温度が37度から40度、かなりきついと思います。まあ、ただ世界中のお金持ちがですね、自分の病気を治すために自家用ジェットなんかで乗りつけて、こういったところで療養なんかしてるということで、まあ、一度は行ってみたいなと思うんですね。あのがんコンベンションなんかで講演されている水上先生なんかは毎年ツアー組まれてですね、行ってるそうで、先生はもう私も行きたいんですけどどれぐらいかかるんですかって聞いたら、だいたい通訳付きで1週間で35万から40万ぐらいかなって言ってましたね。まあ、そんな感じで、まあ、結構みんな苦労してですね、お金かけて体を治そうといろいろやってるわけですね。で、日本ではですね、あの温泉としてはですね、この三朝温泉っていうのがラドン量から言ったら温泉としては世界でナンバーワンになります。洞窟だけで言うとあのハイルシュトレインなんですけれど、まあ、温泉として見たらこの三朝温泉、鳥取県にありますけど、ちょうど岡山と鳥取の県境にあります。でここはですね、平安時代に発見された本当に古い温泉で、まあ、約900年ぐらい続いている温泉ですね。で、
ここでですね、こういう岡山大学と東京大学が協力して運営してた三笹医療センターという、まあ、総合病院があるわけですけど、この中にも、下にありますようにラドン熱気浴ってありますね。いわゆるラドンルームなんですね。ラドンの濃度だけを上げて密閉したような形で、ラドンをすることによるいわゆる治療を行っている部屋なんです。でこういうラドンとかホルミススの研究というのはですね、14の大学がですね、一斉にこれやってます。上から見ていくと、まあ電力中央研究所、まあ、国の研究機関ですけどね、あと東京大学、京都大学、東京女子医大、あとは東京理科大、近畿大学、東北大学、あとは大阪大学とかですね、こういう名だたる大学がですね、全部このホルミススの研究およびデータを出しています。このデータはですね、いろんなところを全部合わせるとですね、大体3000ぐらいのデータが出てると言われてますんで、ホルミスっていうものに関してはかなり研究はもう完璧なぐらいできてて、エビデンスなんかもすごいものが、発表されてます。ただなかなかこれ公表されないっていう部分もありますね。で、これもその中の一つの資料なんですけれど、いわゆる、黄色がですね、三笹温泉に住んでる人の、がんの、死亡率、赤い方が同じ鳥取県の、まあ、住んでる人のがん死亡率で、温泉だったらがんが良くなるのかなっていうことでですね、別府温泉も一緒に調べてみましたね。オレンジがですね、別府温泉に住んでる人のがん死亡率で、全国平均のがん死亡率とこの別府温泉のがん死亡率って大体同じぐらいかな、若干全国平均の方が高いかなと思います。全国平均から比べたら三笹温泉のがん死亡率っていうのは、大体半分以下ということが言えるということですね。でちなみに女性の大腸がんに至っては全国平均の5分の1ぐらい の死亡率になってますね。まあ、こういうデータがですね、3000ぐらいあるわけですね。でいろんなことを、まあ、温泉あちこちありますけれど、まあ、このラドン温泉で有名なところというのは大体全国で48カ所ほどありますけれど、こういうあっちまでこっちまで行くのも大変ということでですね、で我々が、まあ、巣鴨で運営しているこのホルミススルームでありますけど、これは、まあ、人工的に、まあ、ラドン温泉のラドンを捨てる環境を作り出して部屋にしたものですね。こういう部屋がですね、巣鴨のホルミス健康館というところに行きますと8部屋ほどあります。でこの中にいわゆるラドンを発生させるラジウム鉱石をパウダー状にしたものを固めて素焼きにしたタイル状のものですね、ここにありますけど、タイル状のものをこう何百枚と貼ってですね、ラドンをある程度の濃度に設定している部屋というのがあるんですね。で当然ラドンが出るってことは、まあ、ラジウムっていうのは、まあ天然鉱石ですけど微弱な放射線も出します。ラドンも放射線の一種です。ただラドンっていうのはですね、こういう紙でもストップしちゃうぐらい弱い儚い放射線なんですね。ですから皮膚でもファーンって跳ね返っちゃうわけです。ところが呼吸からは取り込めるという特徴があります。で、まあ、鼻とか口からラドンを吸い込むと、まず肺に入って肺から肺胞に通って、でそこから血液中に溶け込む。でこれが、ラドンの特徴と言われています。で稀にラドン温泉ですとお湯に溶け込んでいるものもあるんですが、まあ、こういうお湯からですね、皮膚を通じて浸透するものっていうのは約 10% ぐらい、1割と言われてますけれど、ほとんど 90% はこの
鼻、口から呼吸によって取り込むものがラノンと言われています。その他にも、まあ、放射線、微弱な放射線というのはレントゲンでも分かるように体の中を通り抜けるものなんかも当然ありますので、いろんなものが体に作用してくれるということですね。でこのホルミシスというのは、まあ、ホルモンと、まあ、同じような、同音語になりますけれど、もともとはギリシャ語のホルモア、ホルマオっていう言葉があってですね、これはいわゆる刺激するとか活性化するっていうような意味になってます。まあ、こういうところからホルミシスっていう言葉、作られたということですね。で実際に、まあ、来られてる人でですね、すごく自分の体が良くなったから、まあ、雑誌とかに載せていいよっていうことでですね、テレビホスピタルっていう雑誌に載させていただいた人で、まあ、ハガさんってお客さん76歳なんですけれど、まあ、インドでですね、日本語を大学で日本語を教えてた、まあ、先生なんですね。で具合が悪くなってですね、まあ、前立腺がんの影響で腫瘍が神経を圧迫して歩けなくなっちゃって急遽日本に戻ってきたんですけれど、最初 PSH という、まあ、腫瘍マーカーですけど、これが、まあ、基準値が4ですから5になるともうがんなわけですけれど、この方はですね、なんと最初すごいんですよ、3000とかですね、そんな数値あるのかっていうぐらいの数値で、まあ、抗がん剤とかいろんな治療をしながら、まあ、下がったんですけれど、また上がり始めたんですね。で一旦抗がん剤をやって下げたものがまた上がり始めた場合、これ止められないんですね。ですからもう治療の方法がありません、ホスピスを選んでくださいみたいな感じで、まあ、お医者さんがもうアウトって感じだったんですけれど、まあ、そこで玉川温泉に行こうと思った時に、まあ、インターネット調べてたら、うちの巣鴨のホルミス健康館を見つけて、で、去年の年末10月くらいかな、来られてですね、ずっと入ってたら、まあ、食欲がなかったのが食欲が出てきたり、あと体温が低かったのが、35度台だったのが36度台まで上がったり、そういうことがあってですね、でもう最後の正月っていうことで、まあ、インド関係の仲間たちが、まあ、お正月お祝いしてくれた時にはですね、去年やった時にはもうこいつもう1年以内に死ぬなみたいな感じで思われて、まあ、最後の宴だって感じでやったらしいんですけれど、今年の正月また同じメンバーで会ったら、なんだお前元気になってんじゃないか、顔色すごくいいよって言われて、で本当にもう今でも毎日のように通ってきていただいてますけれど、本当に元気になられてですね、まあ76にしては結構、まあ、ヒゲはありますけれどね、結構若々しい感じですね。で、うちの我が社のですね、創業者でですね、原住剛なんですけど、2007年4月17日この PSH、 これ前立腺がんと膀胱がんと、まあ、ダブルで、来ちゃいましてですね、今から12年前ですね、 PSH281、まあ、これだって十分なんですね、もう末期の状態のステージ4です。でお医者さんがとにかくすぐ手術するから入院してって言ったんですけれど、手術すれば治るのかって聞いたら、いや治りはしないけどちょっと長生きするよって言われて、だったらいいよってやめて、で会社に戻ってきちゃいまして、で初めてその会社の中でホルミスルームを作ったんですね。さっきお見せしたルームの原点になったものが、密閉性を高める部屋なんかあるかなっていろいろ考えてたらですね、あ、ヤマハとかカワイで作ってる防音ルーム、楽器の演奏をするときに音が漏れないようにするための部屋、あれがいいなってことで、ヤマハのショールーム行ってですね、でこれ欲しいって会社に一つ送らせてですね、まあ、会社の中で作って、で、その中に
入り始めたのが12年前ですね。で、すぐにですね、まあ割とピューッと281から95ぐらいまで下がったんですよ。うん、あまり真面目に入ってなかったんですけどね、その頃は。で、ああ下がり始めたからもう大丈夫だって言って、まあ元々仕事が好きなもんですから、まあ大丈夫だってんで、また全国飛び回って動き始めたら、また11月に114まで上がっちゃったんですね。で、あ、まずいな、これはちょっと一生懸命やんなきゃなっていうんで、12月からですね、毎日6時間、ホルミスルームの中に入り始めたんですね。そしたら12月に 4.14 まで下がって、で翌年の1月9日には 0.7 まで下がって、2月に 0.4、 3月には 0.2 みたいな感じで、ぶわーっと下がっていったんですね。ですからやっぱり一生懸命やんないとダメっていうことですね。